新羽根営業所、東急バス新和営業所所在地新和営業所新和、営業所の表札東急バス新和営業所は、神奈川県横浜市港北区日波町麻沢北高九百9 2 7番地にあり、東急東横線の日吉駅、綱島駅、横浜市営地下鉄ブルーライン新和駅を中心に、路線を展開する、東急バスの営業所である。営業所の略号は、NI。 東急バスの営業所の略号は概ね英字一1文字で、あるが、東営業所が2文字であるのは、略号制定当時存在した中野営業所へのとの重複を避けるためである。最寄り停留所は、新羽営業所、または新羽営業所更新堀。比較的長距離の津波間駅、枝駅間を主軸としている。沿線は、江北ニュータウンの開発から外れた地域が多い。 故に昔から存在する狭い道を経由するが、近年はところどころ道路拡幅、振動建設が進み経由地変更がしばしばある。2008年3月30日の地下鉄、グリーンライン開通に際し、ルートが重複する、この路線では、大幅なダイヤの変更が行われた。メインは綱50、綱45系統。綱45系統はセンター南駅経由。 横浜市歴史博物館前からは、徒歩でセンター北駅に向かうことが可能である。綱44系統は朝と夜に運行であるため、日中時間帯は運行間隔が大きく開く、時間帯があり、その時間帯は綱45系統が運行される。綱46系統は、土休日に一本のみ運行。日中時間帯は、綱島駅東山電駅入り口間で、 毎時3本、東山でに駅入り口、枝駅間で、毎時1から2本運行される。2008年11月のダイヤ改正で綱四48は、増便、綱四49は、平日朝に2本のみの運行とされた。廃止された綱五50系統は、平日朝ラッシュ時の三本の運行で、綱五54系統は、グリーンライン開通に伴い東山で営業所から、移管された路線で、 解説の経緯により、道中坂下ではなく東山電駅を経由していた。2008年3月30日のダイヤ改正では、日中は綱44系統綱45、系統綱48系統の1サイクルでそれぞれ40分間隔で、綱島駅から大棚間では13分20秒、間隔だった。綱54系統は1時間20分間隔だった。ため、 一部の時間帯では6から7分間隔となる時間帯があった。平日の夕方は、綱45系統、綱49系統、綱54系統が運行され、綱45系統は20分間隔、綱49系統と、綱54系統の交互で20分間隔と10分間隔で運行され、センター南駅までは1時間に4から5本あった。 2008年11月1日のダイヤ改正では、日中はツナ44系統ツナ45系統ツナ48系統の1サイクルだが、平日の間隔が15から17分間隔となった。平日、土曜の夕方は12分間隔となり、ツナ49系統が朝間のみの運行、ツナ54系統が廃止となった代わりに、ツナ48系統の平日夕方の運行が、 復活した。その後も、乗客の利用実態からダイヤ改正の度に、運行本数の見直しによる減便が続けられており、2013年11月1日のダイヤ改正では綱50系統が一旦廃止されたが、2015年2月1日付のダイヤ改正で綱50系統がおよそ2年ぶりに復活した。それと引き換えに綱48、 津波49系統が減便されているほか、津波45系統の一部便が津波44系統に変更されている。基本的に平日、土曜の日中と休日は、津波島駅発が津波44系統津波45、系統津波48系統、津波駅行きが津波44系統津波48、系統津波 45, 45系統で1サイクル、平日、土曜の夕方は、 綱四45系統綱四48系統の交互となっていた。2017年10月1日のダイヤ改正では大幅なダイヤ変更が行われ、綱ナ50が1時間に2本、綱四44と綱四45がそれぞれ1時間に1本になり綱四48は長夜の運行へと変化、綱四44は土休日の日中の運行がなくなった。綱四49は と休日の夜間に一本運行されている。現在では、綱島側の方が乗客が多いが、沿線から港北ニュータウン地区に相次いで開業した商業施設への足としての利用も見られる。2019年3月1日のダイヤ改正で、深夜の綱47系統の一部が、区間短縮され綱46系統の道中、坂下止まりに変更になった。 しかし2020年7月、9月のダイヤ改正で綱46系統は休止され、綱47系統も平日夜に1本のみとなった。2020年12月1日のダイヤ改正で、綱 44, 綱 45, 綱50系統で、日中15分サイクルから綱 45, 綱 48, 綱50系統の20分サイクルに変更され、綱46は、 土休日一本のみ復活した。綱島駅からかつた新しい新横浜方面を結ぶ。メインの綱71系統は、末く区間が港北ニュータウン内にあり、綱島、新田場方面と港北ニュータウン東部を直接結ぶ。他、沿線に住宅も多いため、利用客が多い。綱島駅発の深夜バスも運行されている。 現在の綱ナ72系統はかつては小机駅と結んでいたが旅客動向により順次新横浜駅発着へシフトして行った。綱ナ73系統は綱島側の区間便であり綱ナ72系統を保管する。綱ナ79系統は他の綱島駅発着系統の出入庫のため時間帯によって本数の差が激しい。各系統が運行される。 津奈島駅、上新寺前間では、日中時間帯でもおおむね毎時8本以上の本数が確保されている。2009年11月1日のダイヤ改正では、今まで津奈72系統、津奈73系統を合わせて1時間に2から4本、あったのが1時間に1から3本に減便となり、津奈73系統は、この改正で平日は3本、土曜、 休日に至っては一本ずつのみとなり、2013年11月1日のダイヤ改正で平日も一本のみの運行となった後、2016年7月1日のダイヤ改正で土曜、休日のみの運行となった。横浜国際総合競技場で大規模なイベントが開催される日は、津波島駅、新横浜駅及び新和駅、新横浜駅の臨時便を増発することがある。 新横82系統は、青葉台営業所に移管された、川和線の出入小便を再編したものの一つで、新横浜駅方向への片道一本のみ、休日12時前後に運行される。新羽根営業所の路線で珍しく、踏切を渡る路線で、途中にある、小机振動停留所はこの系統のみが使用する。新規に開発された、 マンション及び既存の路線から離れた住宅地と領域とを結ぶ。綱72、綱73系統よりも運行距離、所要時間ともに短く、本数も比較的多いため、全線を通して利用する乗客も見られる。京愛路のため、中型車で運行される。当初は小型車が主に使用され、中型車は予備役としての位置づけであったが、 利用が好調なためラッシュ時を中心に常時中型車が運用につくようになり、順次増備がなされ、ポンチョは全車転出した。車両の詳細については後述する。南部線武蔵新城駅と東横線、綱島駅を川崎、横浜両市にまたがって結ぶ路線である。神奈川県道106号、四牧地綱島線を走る四牧地住宅前引く、天満宮前館は、 道幅が狭く、アップダウンやカーブの激しい道を走行する。川崎市内に乗り入れる、関係上、1970年代後半より、系統番号を持っており、2001年の系統番号、一斉付与以前は、津那島駅発着の東急バスで唯一、系統番号を持っていた。長年新羽営業所が担当していたが、2006年3月16日の改正より、 川崎営業所が受け持つこととなり、それに伴い新城駅前カニヶ谷大臣は営業所間の出入庫便が廃止となっている。移管後の出入庫については、川崎営業所、両駅間の改装のほか、綱島駅、四下口住宅前間、新城駅前引くカニが谷間の区間運行によって行っていたが、綱島駅、四下口住宅前間の出入庫は、 朝の津波島駅行きと夜のしぼく住宅前行きのみであった。その後2007年7月9日からは、区内新横浜線の部分開通によって、天満宮前高田間の経路が変更となり、それに伴い丸山下停留所が新道側に移転している。2008年3月30日には、横浜市営地下鉄、グリーンラインが開業したため、高田駅ロータリーへ乗り入れを開始した。 2010年7月1日のダイヤ改正では、再び新羽営業所の所管へと戻り、出入頃線は、津那島駅かにが、谷間、新城駅高田駅間の区間運行へと変わった。新城線の開通は、東急の社内法によると1957年3月25日のことであり、当初の運行区間は、新城駅工業都市である。その後数年のうちに、 現在のような津波島とを結ぶ便が開業した。東路線は川崎市と横浜市とを結ぶ路線のため、川崎市内区間の新城駅かにが谷間のみを乗車する場合と、それ以外の場合で運賃が異なる。川崎市内区間から津波島駅方向に乗車する際は乗務員に行き先を告げる必要がある。日81系統は入出庫路線であり、 かつ前線東急東横線に並行しているため、日吉駅、東口駅が毎日6時台のみ、津波島駅行きが平日22時台と23時台に1本ずつのみの運行と本数は少ない。これはかつてこの区間に、日吉駅新横浜駅、六角京横浜駅西口間という路線が運行されており、道路線の廃止後、 入出庫系統としてこの区間が残る形となったためである。途中の綱島 SST 前バス停はこの路線のみが経由する。日91系統は日吉駅東口から日大高校正門綱島東4丁目を経由して日吉駅東口へと循環する路線である。案内状は綱島東4丁目循環とされ日吉駅東口からの 近距離輸送を担っている。乗務員によっては、美濃和巡管と案内することもある。日92、93系統はどちらも、鉄道では一駅の区間を住宅地を経由して結ぶ。案内上は、日92系統が住宅経由、日93系統が駒岡経由と呼ばれる。 日92系統は南津波島住宅経由で小さく回り、津島地区東側の住宅街や工場などが存在する地区を経由する。日中時間帯の本数は1時間に3から4本程度あり、津波島駅からの日大高校輸送も担っており、朝夕はさらに本数が増える。日93系統は大きく迂回して、川崎鶴見臨港バスの運行エリアである。 川崎市内や鶴見区内にも入り、トレッサ横浜へのアクセスにも利用されている。川崎鶴見臨港バスとは、江川町駒岡不動村全館で、鶴零4系統、明治横浜研究所前から、津波島駅間で、鶴零3系統と並走する。2011年9月のダイヤ改正以降は後日の、94系統を振り返る形で、運行本数が増加しており、 40分以上、運行間隔が開く、時間帯もあるが日中時間帯は、毎時2から4本運行されている。なお、非93系統の江川町、高野大橋間は、川崎市内運賃区間となる。日94系統は、かつての日吉駅川崎駅間の名残で、比較的短距離の路線である。現在では、非93系統の増発に伴い減便され、 平日は昼間も少数運行されるが土曜、休日は朝晩のみの運行とされている。終点の小四寺では、非94のみ使用する校舎専用の停留所で、客を降ろし、交差点とガソリンスタンド隣のスペースを利用して、折り返して、臨港バスする04と共用の停留所から発車する。路線末端の江川町小四寺間は、川崎市内運賃区間となる。日95系統は、 東急線、横浜市営地下鉄、グリーンライン、日吉駅と横須賀線新川崎駅を結ぶ路線として、2015年4月1日に運行開始した。川崎鶴見臨行バス新名町営業所との共同運行で、両社合わせて25から30分間隔の運行。運賃は、日吉駅東口江川町間は、横浜市内運賃区間。 江川町から新川崎交通広場間は、川崎市内運賃区間で、江川町をまたいで乗車する場合は、横浜市内運賃を適用。東京棟のみが利用できる、共通定期券も発売される。一本橋、江川町は、他の臨港バスの路線と異なり、非93、日94系統と同じ停留所を使用する。東京棟の運行開始により、 日吉駅と新川崎駅間の利便性が大幅に向上される。なおこの系統の新設に伴った他系統の減便などは行われていない。日51系統は日吉駅から大塚製菓前、コンホール南日吉、アリュール、日吉本町などを経由して日吉駅に戻る循環路線。大半は循環するが一部の便は出入庫の関係で入庫便は アリュール日吉本町止まり、出庫便はコンホール南日吉始発となる。日52系統は休日の出庫便だが早朝の一便しかない。これはグリーンラインと当時の日52系統の経路が大部分被っているためである。なお、日51系統と経路を同じにさせるため、日吉本町は2回通過する。稀に中型車が重当されることがある。 溝の口駅を出発する新横浜溝の口線、高津共官時代の高津社鉄道での連絡が不便な、両駅間を結ぶ急行バスであり、第3京浜道路を経由する。JR 南部線の各駅から東海道新幹線を利用する際にも利用されるため、ほぼ20分間隔で運行される早朝、夜間の本数が日中よりも多くなっている。途中停留所の開設により、 神奈川サイエンスパークと新横浜駅との連絡や大規模イベント開催時の横浜国際総合競技場週末のウィンズ新横浜への交通手段としても活用されるようになった。運賃は2014年12月1日改定より乗車区間にかかわらず現金500円 IC カードで全額支払いの場合は450円。2014年11月30日まで 新横浜駅溝の口駅間を乗り通す場合は410円。新横浜駅高津中学校入口、高津高校前、または溝の口駅横浜国際競技場、鳥山大橋間、及び高津高校、鳥山大橋間の場合は360円となっていた。専用の定期券は設定されているが、東急バス全線定期券、1日乗車券は利用できない。 車内で往復割引乗車券を発売しており、410円区間は720円、360円区間は620円で発売していたが、2014年11月30日をもって専用の回数券と共に発売を終了した。系統番号はなく、案内上は直行新横浜駅行き、溝の口駅行きと表記される。京浜川崎インターチェンジ北 IC 間で、 第三京浜道路を経由する。所要時間は約30分。ただし、新横浜駅から江北 IC にかけて渋滞が発生し、横浜国際総合競技場から続きインターチェンジへ一般道を迂回するために所要時間が増加する場合もある。第三京浜道路が通行止めの時は一般道を経由するため、所要時間が大幅に伸びる。 高速道路を走行する、関係上、座席を多く取ったワンロマ車と呼ばれる車両で運行され、座席には、シートベルトを備え装着が義務付けられている。また、第三景品道路に入る際は、シートベルト着用のアナウンスが流れる。現在では、座席定員以上の乗車は認められていない。開通当初は、新車のともと新羽営業所に在籍していたもの、さらには、 東京都内からの転属車とバラエティに飛んでいたが、2003年までにすべてワンステップの新車に置き換えられた。その後は座席をリクライニング対応のものとし、居住性を向上したワンロマ車も導入されており、現在ではリクライニングシート装備の車両を中心に運用されている。なお、2020年4月6日よりエレベーター付きバスが導入されている。 また、横浜国際総合競技場で大規模なイベントが開催されると、臨時に溝の口駅行きが増発されることがある。その増発用のバスには、空港路線車が充当されることもあったが、運賃の支払い方法が限られる、降車ボタンがない、などのデメリットが生じていた。現在はワンドマ車の増車がされたこともあり、そのような状況は解消されつつある。 新横81系統は、青葉台営業所に移管された、川和線の出入小便を再編したもののうち、北新横浜駅経由便に割り当てられた上で、新横溝の口線に編入したものである。途中停留所は、鳥山大橋と北新横浜駅のみである。こちらは、一般路線と同じ運賃であり、他の一般路線と同様に、東急バス全線定期券、一日乗車券が、 利用できる。平日に新は駅方向午前中3本、新横浜駅方向町1本日中1本のみの運行であり、これ以外の出入庫は新羽営業所との間で直接改装される。新横浜線に投入されることがある空港リム人車手前の青葉台線のセレガも新羽担当便と横線沿線の終電後輸送をカバーするシニア急行バスである。 届き7丁目新城駅前間で玉川を渡る。際に、第三京浜道路を経由するため、座席定員制となっている。一時、利用者数の低迷から廃止も取り沙汰されたが、経路変更により、南部線遠征や東京都内もカバーする形に、改め、かつ割安なキャンペーン、運賃を実施したことにより、利用者数は回復している。なお、 新横浜駅マイナス新和営業所管は当初よりフリー校舎制となっている。車両は基本的にワンドマシャだが羽田空港リムジン車で運行されることがある。東急バスの神奈川県内を発着するすべての空港連絡バス路線を担当している。空港リムジンバスの車両スーパーキャビン羽田空港発北間プラーッツ羽田空港線。 港北ニュータウン羽田空港線武蔵小杉、羽田空港線、新し百合羽田空港線成田空港発着、新百合成田空港線二子玉川成田空港線、東京空港交通が単独運行していた渋谷地区成田空港線を二子玉川駅に延伸し、東急バスが参入して共同運行となったものである。玉プラザ TDR 線武蔵小杉 TDR 線。 日吉駅、センター北駅、玉倉麻駅、滋賀、尾駅山中湖、富士急ハイランド、富士山川口湖線富士山5号名、延長運行する場合、途中足柄サービスエリアで10分間休憩する。2006年3月16日より、川崎営業所に移管され、新羽営業所発着の出入小便は廃止された。しかし、2010年7月1日に新羽 営業所所管に戻った。1966年の開設と同時に、日吉営業所から移管。2007年3月までは、横浜市営バスとの共管だった。2010年7月1日付で、青葉台営業所に移管され、出入頃線の新羽根営業所新横浜駅と、新羽根営業所小机駅は、新横81、新横82として再編された。 2005年7月から高津営業所の分を移管されたが、2007年10月1日付で青葉台営業所に移管した。ただし、東営業所はワンドマ車や空港路線車の台数に余裕があるため、現在でも年末の忘年会シーズンなどには、東営業所のワンドマ車及び空港路線車が増強のため使用されることがある。1960年、 東京都大田区と川崎市の間の多摩川に架か,かるガス橋が一車両用の新しい橋に架け替えられた。東急バスではその前の1957年に東京都内の池上営業所担当で鎌田駅下マリコ折り返し所という路線を新設したが新ガス橋の完成を契機に橋を渡って神奈川県側へ延長することにした。 この時新設された下、マリコ線の変形として、下、マリコ線に遅れること3年が過ぎた1963年に開設された路線である。当時のルートは、蒲田駅と平間銀座の間が、下、マリコ線と同一で、そこから、国鉄南部線、平間駅前を経由し、三菱自動大箱に出て、そこから江川町までは、川崎鶴見臨港バスの江ヶ崎線と同じ。 江川町と日吉駅の間は、現在の駒岡線尾93.94系統、新川崎日吉線と同一だった。三菱日本重工業東京自動車製作所とマリコ工場の双方に近接したエリアを通り、キャノン本社工場、日本製鋼玉川工場、三井製機工業東京工場などへの通勤にも重宝されたが、1970年代に、 平間銀座と蒲田の間を廃止し、川崎市バスのみゆき線と同じルートで、川崎駅に行くルートに変更された。川崎営業所の川崎線平間線と区別するために、方向幕には、振動経由と表示されていた。川崎駅と平間銀座の間では、川崎市バスみゆき線との共通定期券を取り扱った。川崎鶴見臨港バスにも川54系統が存在し、 全く関係のない両路線で、系統番号が重複していた上、小四三菱自動大箱間では当系統と、臨港バスの川54系統が並走していた。しかし、当系統の廃止により、系統番号の重複は解消されることとなる。北風と川崎駅の間を乗り通す乗客は、臨行バスの末吉橋線や江ヶ崎線の方が早く、三菱自動大箱と、 東急東横線の間の連絡も、臨港バスで、元住吉駅へ行く人が多くなり、加えて、日吉と平間駅の間の需要も低迷する傾向になったため、本数は減る一方になる。1993年の日吉営業所、閉鎖展示に、駒岡線との一体運用化で再三の改善を、狙おうと新羽ね移管されてきたが、 改善が見込めないと判断され1997年2月16日、限りで廃止された。日吉駅と小石寺の間は、駒岡線に編入。現在も、非94系統として運行中。遺憾路線の項を参照されたい。横浜市営バス303系統と同一路線であり、書類上は、新羽根線に含まれていた。 おおむね1時間に2本の運行であったが、東急バスが2本続いて、運行の後に横浜市営バスが2本続いて運行するという形態をとっていた。1993年の横浜市営地下鉄、開通後も、江北ニュータウン地区から江北区役所への交通を確保するために残されていたが、江北区から独立して、都筑区の新設に伴い、翌年廃止された。 この廃止により、大倉山駅への東急バスの乗り入れがなくなり、現在の津71系統が運行する新羽営業所更新堀新江高校北口間から、江北ニュータウン中心部並びに、横浜市営地下鉄の駅への路線自体が一旦消滅した。さらに新羽営業所更新堀などの停留所も、横浜市営バスが運行されなくなった。 第3京浜道路が開通した4ヶ月後に、開設された長距離路線で、第3京浜上に川崎バスストップ、野川バスストップ、東山電バスストップ、大熊バスストップの各停留所が設けられていた。川崎バスストップは、第3京浜の京浜川崎インターチェンジ内の、オンランプ川、東山電バスストップは道中。 坂下徳持バス停館の第三京浜道路上の中原街道との立体交差付近設置されていた。年々悪化していった渋滞などの影響により、1982年に廃止となった。東急バスのリムジンバスとしては初めての路線廃止となった。池谷ア港北シャトルバス、田園調布駅2008年10月に世帯営業所から移管された。このバスは無料であり、また、 第3京浜道路を走行するため、ワンロマ車での運行で、座席定員制である。遺憾を機に、ワンロマ車1台が、イケア専用ラッピング車になって改装された。専用車については後日。本数は平日は1時間に1本程度を、と休日は1時間に2から3本程度。増発は、以前は、NI1838 及び羽田リムン車を、持って、これを成していたが、 現在は通常塗装のワンロマ車が運用に入る。2011年4月20日以降、イケアから乗車の際は、事前に店頭エントランスで、スタッフから座席整理券をもらい、乗車時に運転手に渡す方式に変更されたが、2012年12月6日以降は、座席整理券が廃止となり、電園調布駅から乗車の際と同様に先着順で乗車することになった。 2015年3月31日をもって運行終了した。タマプラーザ駅、センター北駅、三井アウトレットパーク、木更津線路休日、年末年始のみ1日1を往復運行される。タマプラーザ木更津方向は、小港鉄道、木更津、タマプラーザ方向は、東急バスが担当していた。日産ディーゼル製、n i 四百十四一般路線車については、大多数が、 日産ディーゼル、UD トラックス車及び、三菱不走車、他に、少数のイスズ車、日野車が配置される。車種は後術の中型車を除き、大型短尺車のみであり、UD 車は、スペースランナー RA、三菱不走、エアロスターの OEM 供給車である、スペースランナー A が在籍。2015年3月に、東急バス最後の富士重工業ボディだった。 NI309 が廃車され、UD 社はスペースランナー A を除き、西日本車対工業ボディに統一された。三菱不走車はニューエアロスター、イスズ社は L が、日野社はブルーリボンとブルーリボン2が在籍する。ツノ74系統を除くすべての一般路線で、充当されるが、三菱不走車のワンステップ車は、新羽根線での運用が多い。また、一部で、 特定の路線に偏って運用されている車両がある。横浜市内の東急バス営業所としては、ノンステップバスの割合が最も高く、2001年度からは新車導入はノンステップ車のみとなっていたが、2005年度からはワンステップ車も導入された。2007年度、2008年度は長尺ワンステップバスが導入され、主に川和線での運用についていたが、 川和線の青葉台一貫に伴い全車青葉台に転属した。また、LED 行き先表示器については2003年度より申請者及び更新者について装備されていったが、2005年度に入って、東山電営業所に続いて全車に装備することとなり、現在では全車が LED を搭載している。なお、LED 行き先表示器装備車がツナ45、ツナ49、 津74か93系統及び深夜バス各系統に当てられる際は、五条防止のため系統番号部分を反転表示する。また、新横溝の口線に当てられる場合も反転表示する。2014年2月から、後日の新吉田専用中型車を含むすべての一般路線車に運行管理用無線機が設置された。NI1178 は、 東急バス創立20周年企画である歴代塗装復刻により東山電の H1179 と同様の2代目観光塗装となっているがワンステップのオートマチック車のため前述の通り新は線での運用されることが多い中型車のイスズエルガミオが8台在籍する2018年増備の1台のみノンステップ車で残りの7台は全車はアンステップ車である 当初は、日のポンチョが使用されていた。これは、川崎で、日23系統に使用されていたものを、一般色化の上転用したものであり、当初は3台在籍したが、乗客の増加による中型車の増備で余剰となり、2台は高津へ転出した。中型車は、当初予備的な役割であり、鶴巻から転属した UD 製の1台のみであったが、 その後乗客の増加により、ゲバから日の車を一台、借り入れた後、同じくゲバから、日の車三菱不走車、各一台を受け入れた。2006年に入り、ゲバからの二台が、老朽廃車となったため、前日のポンチョと交換で、高津より、日の車三菱不走車、各一台を受け入れている。このうち、三菱不送車は、元ーチ用であり、外観、内装、塗色が、 他の一般車と異なる。その後2006年9月に、イスズエルガミオワンステップ車が三大新車として導入された。それに伴い、残っていたポンチョ一台及び、日野製中型車が高津へ転出している。造備は2007年、2008年、2012年にも行われた後、2018年にノンステップ車一台が申請された。これらの車両は、 基本的に、新吉田線専用であるが、稀に、日吉本長順幹線に入り、さらにごく稀に他の一般路線や、スクールバス、契約輸送に使用されることもある。大型長弱車をベースに、座席を多く取った通称、ワンロマ車も11台在籍する。東急バスの営業所ではワンロマ車の配置台数が、最多となっている。ワンロマ車と後日の空港路線車は高速道路を、 走行する運用がほとんどであり、シートベルト ETC 車載機、営業所と更新できる無線機が標準装備されている。通常は、新横溝の口線や新野球港、池谷港北シャトルのほか、企業との契約輸送にも使用される。一般路線では、川和線0指令3系統に充当していたが、過去には新は1 0ツナ71系統での充当実績もある。 また2008年10月からワンロマ車に一台イケアラッピングの車両があり、イケアシャトルに専用で使用される。この専用車は、運賃箱が撤去されたが、運転席後ろと車内中ほどに液晶ディスプレイが設置され、行きの走行中にイケアの案内映像を流している。また中ドア付近の座席が一部撤去され、イケア広北で購入した商品を置くためのラゲッジスペースになっている。 なお、同社は2013年3月1日から、東山電が担当する洋賀駅イケア、港北シャトルバスの試験運行開始に伴い、東山電に転属していたが、試験運行終了に伴い東営業所に出戻っている。その後、2015年3月に、イケア港北シャトルバスの運行終了により除籍された。 ワンロマト装車でも NI1276 に同様の液晶ディスプレイを設置しており、ワンロマト装車がイケアシャトルに使用する際は中ドア付近の座席を折りたたんだ上で使用している。NI389 は東京エレクトロンデバイス専用車として特定に転用された。運賃箱を撤去され、車体側面に黒文字で特定と東京エレクトロンデバイスが追加されている。 ミルキーウェイト層の NI3175、神奈川県内の東急バスが担当する、リムジン路線を一手に引き受けているため、空港路線車の配置台数が、東急バスの営業所で最も多くなっている。現在は三菱不走、エアロエースとヒノ、セレガが主力。2004年の日吉空港線開業時に、三菱不走、エアロバス3台が導入されたが、2005年度に入り、 定員の関係上二次が丘の空港路線車と交換されている。その後2006年の多摩プラザ、新百合ヶ丘発着の空港路線移管に伴い、同年1月には二次が丘より訓練用として日野車一台を受け入れた後、3月の移管に合わせ全車転属した。2007年4月に空港線開業時に使用していたセレガの置き換え用として J バス製品の、 セレガが2台導入された。2008年には中山成田空港線開設に伴い MSQ、軽三菱不桑エアロエースが導入されているほか、2013年の二子玉川駅、渋谷駅成田空港線開設時にも増備されている。主にトイレなしの車両を羽田線に、トイレ付きの車両を成田線、TDR 線に回しており、 羽田線の一部車両はシニア急行バスに充当されることがある。また、羽田線用だが、ワンロマ色の NI1838。さらにごく稀だが、NI288 は、池アシャトルと玉川高島や SC 契約輸送に入ることもある。<laughs> NI1838 は、一般貸し切りとしての運用も多かった。 NI288 も数回だが貸し切りとして運用されたことがある。NI3175 は東急バス創立20周年を記念し、ミルキーウェイ塗装となっていたが2016年3月にマーキュリーカラーに塗色変更され、貸し切りに変更、2175に改版されゲバに転属した後、NI3662 が ミルキーウェイ塗装として改めて申請された。スーパーキャビンは前側3列を独立3列シート、4列目以降を通常の4列シートとした車両で各席にモバイル機器充電用の USB ポートを設置している。養護学校専用車、中原養護学校の特定輸送専用の大型車や幼稚園の契約輸送用のマイクロバスも在籍する。養護学校用車は 一般車と同じデザインだが、ベースカラーが銀ではなく白で、車両によりラインカラーが異なるのが外観上の特徴である。車番は NI40XX が割り当てられている。以前は同系の麻生養護学校の専用車も在籍していたが、2010年に虹が置か転属している。当初は UD 製経年車を改造し充当していた時期も、 あったが、現在は三菱不装製の車両に統一されている。津波島駅ターミナルでの誘導の便を図るため、本営業所の津波島駅を発着する便については、運行番号を記載した札を運転席に掲出している。番号区分は以下の通り。日吉駅から日本大学中学校、高等学校への生徒輸送用に、当初の一般車が重当されているが、 2015年6月頃から n i 五百十一 n i 五百十五が使用されていたが、現在では n i 七百二十六 n i 八千七百二十三 n i 八千七百十七 n i 八百二十六 n i 八千七百十八の5台が専用車として特定に転用され使用されている。これらの車両は運賃箱が撤去され、車体側面に黒文字で、 特定と日本大学高等学校、中学校が追加されている。このバスは特定輸送のため生徒、職員しか乗車できない。行き先表示器が幕式だった当時はピンク色の方向幕を使用していた。AB 東急バスダイヤ改正と路線変更のお知らせ。ホットホット東急333号、東京急行電鉄。 20マーチ2008 2017年2月2日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年1月23日閲覧 AB 綱46.4748.50綱79北31南31系統新設及びダイヤ改正のお知らせ2019年3月1日実施東急バス 2020年11月24日閲覧。ダイヤ改正のお知らせ。東急バス。2020年11月24日閲覧。系統の短縮、曜日区分の変更及び一部運行時刻の変更のお知らせ2020年12月1日実施。東急バス。2020年11月24日閲覧。綱島駅時刻表。東急バス。 2020年11月24日閲覧。中原地区名細地図経済地図社1965年113ページ。津波島駅からは頻繁運行している川崎鶴見臨行バスする03系統がメインであり、東央系統はその保管という位置づけになるが、日吉駅や江川町周辺からのアクセスは東系統が唯一の路線となる。 駒岡不動村全明治横浜研究所前館で、環状2号線を走行するが、途中にある駒岡車庫停留場は通過する。FIFA 主催の国際試合では競技場での命名権の使用が禁止されているため、競技場名は正式名称の横浜国際総合競技場となるが、停留所名はそのままとなる。そのため、公式プログラムなどではバスによるアクセスの案内はされない。 バスコーナーバス全国情報、東急バスが、溝の口新横浜直行バス、鉄道ジャーナル第36巻第4号、鉄道ジャーナル社、2002年4月1日、130ページ。AB 溝の口駅新横浜駅直行バス、開業、ホットホット東急245号、東京急行電鉄、25ディセンバー2001、2017年2月2日、 時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年1月21日閲覧。AB 溝の口駅。新横浜駅行き直行バスに途中停留所新設。ホットホット東急265号。東京急行電鉄。25マーチ2003。2017年2月2日。時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年1月22日閲覧。 消費税率引上げに伴う運賃改定のお知らせお知らせ。東急バス。2019年10月1日閲覧。溝の口駅新横浜駅直行バス路線バス。東急バス。2019年10月1日閲覧。エレベーター付きバスを導入いたしますお知らせ。東急バス。2020年8月30日閲覧。深夜急行バス。 新横浜駅行きリニューアルキャンペーン。ホットホット東急257号。東京急行電鉄。25セプテンバー2002。2017年2月2日。時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年1月22日閲覧。ABC。首都高速神奈川7号横浜北線開通に伴う運行経路変更のお知らせ。東急バス。 2017年4月4日閲覧。多摩プラザ羽田空港線の当社撤退について。川崎鶴見臨港バス。2021年3月11日閲覧。多摩プラザ駅羽田空港運行事業者の変更と、ダイヤ改正を実施いたします。東急バス。2021年3月11日閲覧。新百合ヶ丘駅駅発摩プラザ駅経由成田。 空港行き直行バス開業。ホットホット東急266号。東京急行電鉄。25エプリル2003。2017年2月2日。時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年1月22日閲覧。二子玉川羽田空港、成田空港行き空港連絡バス。二子玉川ライズ、楽天クリムゾンハウス乗り入れについて。東急バス。 2021年3月20日閲覧。二子玉川、渋谷成田空港連絡バス。おもてなしの空間と、くつろぎのひとときを求めて2018.4。特別使用車トキュバススーパーキャビンデビュー。東急バス。2018年3月28日閲覧。二子玉川エリアにおける乗車バス停の統一及び、運行時刻の変更についてお知らせ。東急バス。 2021年3月20日閲覧。空港連絡バスが渋谷福ラスに停車いたします。お知らせ。東急バス。2021年4月15日閲覧。下記期間限定。富士山5合目雪運行について2015年7月11日から2015年8月31日。高速乗り合いバス。日吉。センター北。玉プラーザ。滋賀を 五殿場プレミアムアウトレット線山中湖エリアを経由し、富士急ハイランド、川口湖まで延伸いたします。お知らせ。東急バス。2021年3月20日閲覧。日吉駅発羽田空港行き直行バスを開業。ホットホット東急281号。東京急行電鉄。20エイプリル2004。2017年2月2日。時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年2月2日閲覧。高速バス、玉、プラーザセンター北、三井アウトレットパークキサラズセンサービス内容の変更のお知らせお知らせ。東急バス。2020年12月29日閲覧。過去には、資生堂の契約輸送も担当しており、行き先表示器に資生堂のロゴを表示していた。空港連絡バス運行車両情報。 トキバススーパーキャビン、東急バス、2018年4月26日閲覧、ありがとうございます。